我が作りし人を我が地の表より拭い去らん。人より獣、這う者、空の鳥に至るまで滅ぼさん。そは我これを作りしことを悔ゆればなり。今七日ありて我四十日四十夜地に雨を降らしめ、我作りたるあらゆるものを地の表より拭い去らん。かくて七日の後、洪水地に臨める。その日大和田の源皆破れ、天の戸開けて雨四十日四十夜地に注ぎ、箱舟は水の表に漂えり、地に動く肉なるもの、鳥、家畜、獣、地に這うすべてのもの、および人、皆死ねり。その花に命の息の通うもの、すべての苦我にあるものは皆死ねり。ただ彼と共に、箱舟にありし者のみ残れり。彼、地の表より水の引きしかを見んとて、鳥を放ち出しけるが、再び彼のところへ帰らざいき。鳥がどこへたどり着いたのか、それとも力尽きて水に飲まれたのか、誰も知ることができなかった。だから人々はその帰りを待ち続けたのさ。待ち続け、待ち疲れて、いつか鳥を放したことを忘れ、鳥のことも忘れてしまった。水の下に沈んだ世界のこと、自分たちがどこからやってきて、いつまでここにいて、どこへ行くのかもね。獣たちが石になるほど遠い昔の物語だよ。僕が見た鳥もいつどこでのことだったか思い出すこともできない遠い記憶でしかない。夢だったのかもしれないよ。君も僕もあの魚たちのようにとっくにいなくなってしまった人たちの記憶でしかなくて、本当は誰もいない世界に雨が降っているだけなのかもしれないんだ。鳥なんか初めからいなかったのかもしれない。